バケネズミ騒動で店はすっかり観光地だったが、いいことを思いついたんだ。バケネズミどもを一掃したその腕の何でもやお気に入りの店として宣伝すれば、どう思う？いけそうだろう？どうだろう？何でもや、商売は持ちつ持たれつ。俺はワイマーや客たちにあんたを推薦する。そうすればあんた仕事なんて選び放題だ。好きにしろ。いいね、いいぞ。セブンスヘブンと何でも屋、そして俺の店、力を合わせて盛り上がっていこうぜ。ジネズミ、チチチチ、どうしたの？シンラの倉庫から火薬を盗んだ奴がいるんだとさ。ジョニーは職務質問されて、ほらああいう性格だから。マコールの爆発絡みだろ。ジョニーのやついつもみたいにボコられて釈放ってわけにはいかないかもな。ジョニーを助けなくちゃ。アバランチなのか。違う、ジョニーは私たちがアバランチだと薄々気づいていて、そして口が軽いの。なんとかして助けなくちゃ。私行くね。俺も行く。え？でも今日は世話になったからな、レイダ。ありがとう。行こう。逮捕されるかも。ネズミの巣に並んでます。火薬を盗んでおいてよく言うな。
倉庫の入場記録にお前の ID が刻まれてるんだ。おい、なんかの間違いだ。シンラの倉庫なんて近づいてもいない。お、まさかジェシー、あのポニーテールか。ID は引っ掛けだ。お前の ID でシンラの施設に入れるわけないだろ。さて、じっくり話を聞かせてもらおうか。大変、ジョニーの口が滑っちゃう。行くか。うん、クラウドは兵士の気を引いて、あとは私が何とかする。そいつを話せ。ん？なんだお前は、仲間か？なんだ、誰かいるのか。あ、助けに来てくれたんだな。なあ、あんたら暴れん。そら、どういうつもりだ。もうやるしかないよね。終わりだ。問題ない。ここで仕掛ける。じゃあ消えろ。行け。えい、追い打ちだ。あ、なんだ、終わったのか。おい、誰かいるのか。ジョニーを誰かに運ぼう。助けてくれ。分かった。どうしよう。口を封じる。ん？おい、おい、ダメ。お前、やめてくれ。死にたくなかったら町を出ろ。はい、世界の果てに消え去ります。本当に行かせていいのか。遊びじゃないんだろ。そうだけど、もう十分。こっちは放っておこう。クラウド、怖いよ。兵士が起きちゃう前に離れよ。ジョニー、大丈夫かな。自分の心配をした方がいい。ここから離れよう。どうした？クラウド、やっぱり変わったね。どこが？例えば、うん、その目。前はもっと。ソルジャーだからな。魔法の目だ。そっか。これからどうする？店に戻る？それとも何でも屋続ける？うん、